千葉対北海道キャリアハイとなる42得点を獲得した北海道のトラソリーニ、撮影、戸田月菜、写真を拡大より小さい B リーグ、戦。波及7の84北海道より大きい、29日、千葉ポートアリーナ東地区6位のレバンガ北海道は、同地区首位の千葉ジェッツに敗れた。第1クォーター、9、から現役カナダ代表で今季から北海道に加入したマーク・トラソ。B2、27、がシュートを次々に決め、この試合でキャリアハイの42得点を獲得。北海道の84得点の半分をトラソリーニが決めた。トラソリーニは試合後に、今日は第1球から第4球まで終始シュートが入っていた。ゾーンに入っている中でのプレーが、この得点にもつながった、と充実感も少し滲ませた。水野幸太監督、35、も、シュートも入っていたし、3点シュートも5本中5本決めた。機動力を活かせていた、と高評価した。北海道はチャンピオンシップ、CS、進出は叶わず、今季は2日のサンロッカーズ渋谷戦、5、6日の新潟アルビレックス BB との3試合で終了となる。トラソリーニは、残りの3試合でも得点を取れるように頑張っていく、前を向いた。戸田月菜。